こんにちは、瀬戸です。今日はね、職場の写真部っていうのがありまして、そこでですね、ちょっと桜の写真をね、撮りに行ってきます。行ってきます。ちょっと待った千鳥が口に来ております。これです。見ての通り桜ね、すごいですよ。今日はね、2012年の4月の9日、最高の天気、最高のこの桜の感じ、もう、ね、素晴らしいとしか言いようがない。一番いい時に来ました。というわけでね、僕はね、これカメラで桜をいろいろ撮っています。というわけで千鳥が口でした。さよなら。こういう通りが。千鳥ヶ淵の桜でございます。ここ綺麗だな。ここもスポットだね。ここもとっても綺麗な場所でございます。すごいでございます。すごいでござす。